小月大社、小月王こそ、小月大社、小月大社、小月大社は、滋賀県立東茂子山にある神社。式内社で、旧社格は合社。神門は、下り富士、真っ向のうさぎ。別称として、小杖社、小杖社や、小杖宮、小杖大名人とも、祭神は次の二柱。演技式神明帳の記載における祭神は一座。 小月大社では11世紀初頭の作とされる木造神座像肉、伝、落別名像、伝王三木井の地像が伝えられており、この頃までには祭人は現在の二柱であった。社殿では古代に久留本郡、現在の草津市、立東市一帯の皇族の小月山君、小月山公が、祖神として落別名を祀ったのが創始とする。 小月山君は、狂本軍の古代豪族で、朝廷にうねめも献上したという。小月大社内には、小月大社古墳群が残るほか、周辺には、下戸山古墳、地山古墳、お会石、狂本軍ガーが残り、これらは、小月山君の関係史跡とされる。これらから小月山君は、狂本軍軍事クラスの家柄であったと推測されている。 正月山君は、上岸十五年、八百七十三年に刑に経を移し、後正家明氏、官務家として朝廷に仕えた。国史では、小杖神、小竹神、小杖神などの神名で、上岸五年、八百六十三年に神戒が十五位した上岸七年、八百六十五年に十五位上、縁起十一年、九百十一年二十四に下に、 長女された旨が記されている。延長五年、927年成立の演劇式新名帳では、大見国狂元軍に小月大社と記載され、関係者の小月神社、草津市青寺町と共に式内社に列している。社名の読みは、お月のおほやしろと振られる。また、平安時代の十一世紀初頭の作になる、木造神座像肉。 国の重要文化財が現在に伝わっている。昭敬騎士が中央に移った後は、付近に拠点を持つ青地市の数敬を受けて社頭が整備され、公安4年1281年10月に、青地元氏によって現在の本殿内陣の宮殿が新造されたほか、 光栄二年三百四十三年四月には、青地茂頼によって四百門が造営された、ヒゲンソン、胸着のみ、本殿の力に転用。その太歴によれば、光栄二年十二月には、青地茂頼り、源の茂頼の申請によって小一くらいの曲が授けられている。その後、永正十六年五百十九年には、青地元マより現在の本殿。 国の重要文化財が再建された。しかし、青地氏は、戦国時代に、主家の佐々木氏、六角氏の衰退と共に没落する。江戸時代には、慶長十三年、1608年に、是ゼ,ゼ藩主の戸田左門から他の寄進があり、以後も国印により安堵された。明治維新後、明治九年、1876年に、近代社格制度において尊者に弟子。 明治十四年、1881年に校舎に昇格した。本殿は室町時代後期の再建。一軒舎流れ作りで屋根は日はだぶき、太い木割りを使用して彫刻装飾が少なく、組物も古式の船ひじきにするなど、全体に乾燥ながら有権な建築になる。胸札写しや胸着の牧所では、栄昇16年、1519年の 青地元間による再建の胸が記され、様式上からもその頃のものとされる。本殿と共に、胸札二枚も伝わっており、それぞれ、教法八年、1723年、文化十二年、1815年の屋根吹き替えを記す。本殿内陣には、宮殿、空殿一基を置き、宮殿内に、木造の拝座像に行く、国の重要文化財を安置する。宮殿は、 本殿より古い公安四年、1281年の牧書を有する。この本殿は、宮殿、胸札2枚、いずれも、不指定と合わせて、国の重要文化財に指定されている。本殿前の平殿は、昭和31年、1956年の造営。屋根は日和田吹きである。廃殿は、江戸時代の造営で、入り模屋作り、屋根は瓦吹きである。 境内入り口に立つ一の鳥居は、昭和5年、1930年の造営。鳥居に関して、古くは、延響2年、1745年に、現在の名神高速道路付近に建てられた記録があり、その祖先は、お旅所に移築され現存する。お旅所、若宮社は、滋賀県立東市岡に所在し、お会席、車と群が後に隣接する。 境内には、小月大社古墳群と称される。古墳時代中期から後期、5世紀から6世紀の延墳、古墳十数期が残る。主な古墳は次の通り。その他の古墳の詳細は明らかでない。これら古墳群の被葬者は、お月の山君一族と推測されている。5月5日に行われる霊祭は、小月祭りと通称される。古くは、う木初日であったが、 明治四十二年、1909年から五月五日に、採用される。祭りの主をなす。花笠踊りは、現在ではご地域の臨番制で担当されるが、英徳二年、1382年のいたさつによれば、古くは、坂木本家と称される有力な英筋がになったとされる。祭りでは、お会席、車と群川と付近のご旅所まで御腰が行列と、共に托業し、 つき大社本源前や、お旅所など数箇所では特に、花笠踊りを奉納する。この花笠踊りの中心は、あでやかな衣装を着た子役で、これにかさほこ、花笠を持った大人が続き、踊り歌を歌いながら華やかに舞う。これは太鼓踊りが、風流化したものとされる。この小杖祭りでの祭礼は、滋賀県の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財。 選択無形民族文化財に選択されている。所在地、交通アクセス、周辺、原点、出店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。